JR 夢咲線のユニバーサルシティ駅にいます。もちろん正解かもいただけません。時々失敗してもさらっと入れてくださる方いらっしゃるんですけど、はい、私も3年間結果を忘れないで評価を上げたことはないんで、できなければ残念ですがその評価は下げて特に送りだけ今回させてもらいますので、これは決まりです。この花火面白いトレイルートをチャレンジしてみたいと思います。こちらがユニバーサルスタジオジャパンの入り口です。園内ではなく地上に降りてみたいと思います。はい、ここがユニバーサルスタジオ前交差点です。この花面白トレイルルート、この花今昔物語大阪ロマン第2ポイントです。これでやっと終わりました。安治川口駅まで歩いてきました。安治川口の駅前にある郵便局なんですが、新大阪郵便局です。北高神社のブスナ神社まで来ました。第3ポイントです。これが第3ポイント、オブスナ神社の案内で、次4つ目が鳥島のスーパー堤防になるんですかね、はい、はい、これから小蓮寺川を渡りますが、もうこの川ですね、左はもう川なんですけど、ちょっと工事で見えないですね。見えるかなって感じなんですけれども、ここから逆に上流側はこんな感じで、ここから上流側は阪神高速の淀川左岸線になっております。向こう側が入り口です。さて、いよいよ第4の地点、スーパー堤防に近づいてきました。鳥島のスーパー堤防です。第4の地点スーパー堤防にやってきました。川の向こうが西淀川区です。梅田のビルも見えます。風も気持ちいい。それでは第5の地点ですね、電報水門にあってできました。はい、第6の地点電報川跡にやってまいりました。これが電報川跡の石碑ですね。はい、ここが第7の地点電報の小蓮寺です。毎年8月26日の川瀬垣という行事があります。で、ここでちょうど、あ、そうでもなかった、折り返し地点かなって、あと10個残っております。
第8ポイントの庚申堂です。もうちょっと先にですね、身を尽くし住吉神社にっていうのがありまして、そこにもともとここにあった愛宕神社があですね、合祀された関係で庚申堂だけが残ったということになっております。次は、伝法山西念寺というところ、チェックポイント9番です。続いて伝法山西念寺にやってまいりました。ここ伝法というところはですね、お寺が多いです。それではですね、阪神難波線の伝法駅を通過します。日本寿光所跡といいまして、国内初の製鉄所です。伝法小学校の中の石碑として残っています。11のポイント、身を尽くし住吉神社です。会場の交通安全の道しるべである身を尽くしのことです。大阪市長にもなっております。これが大阪市の市長にもなっております身を尽くしですね。こちらが身を尽くし住吉神社からすぐ前目の前にあります旧高野池組の本館ですね。三菱東京 UFJ 銀行に行き着く財閥です。それの発祥の地がここです。八田のカラスを祀っております。カラスの宮でございます。ここが第14ポイント森すばしです。この橋を渡れば森す橋筋という商店街につながりますが、鹿島商店街にもつながっていて、阪神の千鳥橋駅に行きます。ここもともと川だったんですけど、この地下に阪神高速淀川左岸線が通っております。森す橋から関島商店街本通りを抜け切りました。15ポイント白砂大臣にやってきました。この一応ご神木ですね、道路拡張工事ですけども、住民の要望で残ったご神木です。それではいよいよ大詰め、16番西九条公園に来ました。今は梅灰咲いていないですけども、この花区の梅の名所西九条公園です。西九条駅の駅前です。さて見えてきましたゴールの安治川トンネルです。左が阪神難波線ですね。さて到着しました、安治川水道、安治川トンネルです。せっかくなので、安治川トンネルくぐってみたいと思います。
ございました。じゃあ、こちらお帰りください。はい、はい。はい、ありがとうございます。エレベーター、お待たせしました。それではですね、安治川トンネルを抜けまして、もう西区に入ってきております。ユニバーサルシティからここまで歩いてまいりました。では、ありがとうございました。